伊勢光は、日本の稲の品種名、および銘柄名。伊勢光ポット性病に新潟県南魚沼市、上沢神殿2014.06、01、伊勢光の田植え2014.06、15、魚沼伊勢光の収穫2014.10、12、伊勢光は、腰光の突然変異種と言われている。1989年に、伊勢神宮の神田で発見された。 1996年1月16日、堺逸夫将昭愚寺は、広大神宮御鎮座2000年を記念して、伊勢光と命名。現状では、未品種登録で、各県の奨励品種にはなっていないが、高室米タイプのためその由来からも米輸出向きの、品種と寿司米、新種米に期待される。1989年、伊勢地方を台風が2度襲った。 被害を受けた神宮神田、西八郷田のコシヒカリは完全に倒伏したが中央に二株並んで直立している稲があることを神田事務所のモリッスムが発見し試験栽培を試みる。中性でコシヒカリよりも缶が太く解析感が短いので対、倒伏性が強い。二次思考もみ数が多く多周で大病性もあり、甘みはコシヒカリ以上。 タンパク質は低く硬質米であるため酒米にも向いている。炊飯には十分に水に浸すこと。寝る前に仕掛けて朝炊いた昔の炊き方が基本になる。ありがとうございます。